50歳超えたからゆっくり走ってるのにすぐ疲れるようになっちゃったな。50歳超えてから楽に走れるジョギング法みたいなのないかな。年取っちゃったけどもっと疲れずジョギングをしたいな。そのような悩みを持たれてる50代60代のあなた、今回は50代60代向けの疲れず楽に走れるジョギングの方法をご紹介させていただきます。どうも、ランニング整体師ゆう先生です。50代60代の方でゆっくり走っているのに疲れやすい方は、無駄な力を使って走ってしまっている可能性が非常に高いです。ジョギングで体を前に進めるためには2つの方法があります。1つが地面を後方に押して前に進む反発をもらって重心を前に進める方法。2つ目が体の前に重心を置いて体が前に倒れないように勝手に足を前に踏み出す踏み直り反応という反応を使って体を前に進める方法があります。20代30代の頃は筋力があるので地面を後方に押してその反発を使って体を前に進める走り方で良かったんですが、50代60代になるとどうしても2、30代よりも筋力が落ちてしまうので、この地面を後方に押して反発を使って体を前に進める走り方だけでは無駄な力を使いやすくなってしまい、疲れやすい走り方となってしまいます。ですので50代60代のあなたは、特にジョギングの時は地面を後方に押す力だけでなく、しっかりと重心を体の前に落としていく重心移動を使った走りも身につけていただきたいと思います。ではどうやったらこの重心移動を使った走りが身につくかというと、実は走っている時の意識はすごく簡単で、人の重心はおへその下、丹田というところにあります。走っている時にこのおへその下を後ろから前に押されているような感覚で走ることで重心移動を使った走りが行いやすくなります。さらにこの重心を体の前に落とすことでよりスムーズに重心が前に運ばれるので、このおへその下の重心をこのおへその下を前に出すように少し体を前に傾ける、そうすることでよりスムーズな前方への重心移動が可能となります。ただ50代60代の方にこの重心移動を使った走りを教えても腰が引けて体がくの字になってしまったり、かえって腰を前に出しすぎてのけぞった姿勢で走ってしまっている方も非常に多いです。これを改善するためには特に多いのが腰が引けてくの字になってしまっている姿勢。このような姿勢になってしまうのはお尻の筋肉が硬くなってしまい収縮しにくくなってしまっている、もしくは股関節の前にある腸腰筋と言われる腰から股関節の前についている筋肉や、股関節の前から膝まで伸びる大腿直筋という筋肉が短縮して硬くなってしまい、股関節が曲がりやすくなってしまっている方が非常に多いです。ですので50代60代の方はしっかりとお尻の筋肉を柔軟にし収縮しやすくし、かつ腸腰筋や大腿直筋を柔軟にしておくことで走っている時にお尻が後ろに引きにくくなります。さらにこのようなお尻や股関節周りの筋肉を柔軟にしても、走っている時に肩、股関節、膝、この3点が一直線上にあるような軸を作れる感覚がないと、同様に腰が引けてしまったり、かえってお尻が前に出すぎ、のけぞった姿勢となってしまいます。ですので股関節周りの柔軟性を上げるだけでなく、しっかりと肩、股関節、膝、この3点を一直線上に持っていく体の軸を作る感覚も鍛える必要があります。ですので今回は50代60代の方がジョギングの時に重心移動を使った走りをしやすくするためのお尻が収縮しやすくなるような柔軟性を向上させ、短縮しやすい腸腰筋大腿直筋を柔軟にし、走っている時に体の軸を維持できるようになる方法、そして重心移動が使えている走りとうまく重心移動が使えていない走り、それぞれの走りの違い見ていただければと思います。ある方はテニスボールなどを用意します。仰向けに寝ます。片膝を立てテニスボールをお尻の下に入れます。膝を横に倒します。テニスボールがお尻にグッとめり込んできます。このままお尻を左右に20秒揺らしていきます。していきます。最初痛いと思うんですが、やっているうちに徐々に痛みが少なくなってきます。慣れてきたらより膝を外に倒すとテニスボールがお尻に深く入っていきます。はい、でしょう。次に膝をより高く持ち上げて外に倒します。そして細かく20秒揺らしていきます。でいきます。膝を高く持ち上げることでよりお尻が深く緩んできます。はい、でしょう。反対のお尻も同様に行います。膝を立てテニスボールをお尻の下に入れ、膝を横に倒します。そして20秒揺らしていきます。いきます。はい、優勝。次に膝をより高く持ち上げ外に倒します。同様にお尻を揺らしていきます。徐々により膝を外に倒していきましょう。
はい、いいでしょう。もしテニスボールがない方は握り拳の先端をお尻に当てて行いましょう。膝立ちの姿勢から片膝を立てます。お尻の穴を閉めます。このまま腰を前に出していくと股関節の付け根が伸びてきます。腰を丸めずしっかり腰を立てたまま行いましょう。股関節の付け根が伸びたらこの位置で30秒キープしていきましょう。で、いきます。息は止めずに行いましょう。慣れてきたらより腰を前に出して行いましょう。より腸腰筋が伸びていきます。しっかり腰を立てたまま行いましょう。お尻は引かずに、はい、いいでしょう。今度は反対も同様に行います。また膝を立ててお尻の穴を閉めて腰を前に出していきます。いきます。しっかりと股関節の前が伸びているのを感じながら行いましょう。腰が引けると伸びなくなります。お尻の穴を少し締めながら行うとより伸びてきます。息を止めずに、徐々に腰を前に出していきます。次に膝立ちで片膝を立った姿勢から足首を持ちます。腰を前に出しながら肩をお尻に近づけていきます。そうするとももの前が伸びていきます。ももの前が伸びたらこの位置で30秒キープしていきます。で、いきます。この時もお尻が後ろに引けないようにしっかり腰を前に出しながら行いましょう。しっかりとももの前が伸びているのを感じながら行いましょう。手が足首に届かない方はタオルなどを使って足首に引っ掛けて行いましょう。はい、いいでしょう。今度は反対も同様に行います。片膝を立てて足首を手に持ちます。しっかりと腰を前に出してかかとをお尻に近づけます。ももの前が伸びたらこの位置で30秒キープします。はい、いきます。体が前に傾かないようにしっかり上体を起こして、腰は引かずにしっかり腰を前に出して、かかとをできるだけお尻に近づけていきます。しっかりとももの前が伸びているのを感じながら行いましょう。息は止めずに、はい、いいでしょう。膝立ちになります。手を腰に当てます。この姿勢で少しでもお尻が後ろに引けると股関節を中心に体がくの字になり、お尻に張り感がなくなります。しっかりとお尻を前に出し、肩、股関節、膝、この3点が垂直線上にあるようにしっかりとお尻を前に突き出していきましょう。この時の腰を前に持っていく時の感覚が走る時に重心を前に持っていく感覚に近いです。次にこの姿勢から片膝を立てます。肩、股関節、膝、この3点が垂直線上にあるように維持しながら反対の足をポンと持ち上げます。持ち上げた時にお尻が後ろに引かないようにしっかりとこの3点を垂直線上に維持しながら足を20回持ち上げていきます。さらに足を上げた時、体が前後左右に傾かないように注意しましょう。で、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。反対も同様に行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。重心移動が正しく行えている走り、おへその下の丹田を前に出す意識で走れており、地面を押さえ肩、股関節、膝が一直線上にあるような軸が作れた走りです。重心を体の前に置けていない走り、上体が置きすぎ体がやや後傾気味になると、重心を体の前に置く重心移動を使った走りが行えなくなります。下がこれを改善した走り、おへその下を前に出す意識で体を少し前傾させることで正しく重心移動を使った走りが行えます。お尻が引けている走り、
お尻が少しでも後ろに引けていると重心は体の前に置かれず腰は落ち、重心移動を使えない走りとなります。特に5、60代に多い走り方です。下がこれを改善した走り、おへその下をしっかり前に出す意識で走るとお尻は引かれない走りとなります。のけぞりすぎている走り、おへその下を前に突き出す意識が強すぎると胸も突き出やすく、のけぞった姿勢となり股関節が使いにくい走りとなります。下がこれを改善した走り、顎を引き地面を押さえ、肩、股関節、膝が一直線上にあることを意識すると軸の通った姿勢で走れます。肩、股関節、膝を一直線上に維持したままおへその下を前に出す意識で体を前傾させてみましょう。やりがちなのが肩だけ前に出て前傾してしまうことです。体の軸は意識しましょう。次にその場でもも上げを行い、おへその下を前に出す意識で体を前傾させ前に進んでみましょう。最後は腕を振り、同様におへその下を前に出す意識で体を前傾させ前に進んでみましょう。これが正しい重心移動を使った走りです。はい、ということで今回は50代60代の方が疲れず楽にジョギングできるようになるための重心移動を使った走りをしやすくする方法をご紹介させていただきました。もし今までこのおへその下の重心を意識して走っていなかった50代60代のランナーの方、しっかりとこの重心を意識して重心移動を使った走りができるようになると、今よりも確実に驚くほど楽にジョギングができるようになりますので、ぜひ今回の動画の内容を試していただければと思います。もし何か動画にしてほしい内容などありましたら、ぜひ下のコメント欄に書いていただければと思います。動画にしていきます。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。